こんにちは、ゼキザップです。今回の動画は前回の続きになっているんですけど、群馬県を朝4時に出発して栃木県を走り抜けて、現在福島県にあります道の駅三島宿ですね、そちらを出発しました。でここから、ひたすら国道252号を走って新潟県まで行きたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。国道252号を使って、福島県から新潟県に行くツーリングっていうのは去年便利おじさんとやってはいるんですけど、今走っている区間ですね、ここは去年走らなかった場所なので、やっぱり景色に新鮮さがあっていいですね。この後どんな景色が見れるか非常に楽しみです。一旦集落を抜けたんで、この後はあれですかね、多分只見線が綺麗に見えるような場所だったような気がします。そこで一回写真撮りましょうかね。それよりもなんだこれ、見えますかね、左側すっごい川が綺麗なんですけど、これ下に降りられそうだけどどうしようかな。ここまで来るのも結構手間だし、この川で写真撮りたいですね。ちょうど右側から降りられそうなんで、こっちから行ってみますか。事前に下調べした時はね、こんな場所があるなんて分かんなかったんで、こういう気づきがツーリングの楽しさですよね。果たしてこれはなんか有名な場所なんですかね。遠くの方に旗も見えるんで、何かしら観光地なんでしょうね。無限郷、そう読むんだ。へえ、確かに綺麗だ。これ紅葉してたらすごいだろうな。予定していなかったところですごいいい景色とね、写真が撮れたんでかなり満足しました。で自分が下調べした感じだとこの先がね絶景だったんですけど、そうか、これはバイクと写真撮るのはなかなか厳しそうなんで、じゃあしっかりと映像を届けましょうかね。はい、こんな感じでメガネ橋っぽくなってますよね。この右側が只見線だと思うんですけど、これはちょうど車両が通ったら絵になるでしょうね。それに加えてこの雄大な風景、いやー素晴らしいですね。こういう景色だったら撮り鉄じゃなくってもね、写真を撮りたくなってくるかと思います。ということでね、ひとまずの自分が気になっていた見どころは通り過ぎたんですが、このまま田子倉ダム目指してね、走っていきますんでよろしくお願いします。さあ、それではひたすらね、田子倉ダムを目指して走っていきます。一応去年は便利おじさんと田子倉ダム行く道中で天然の炭酸水とかね、その辺を見たんですけど、今回はそこはスルーしていきたいと思います。何せ一人ですからね。ただ一応この1ヶ月後に妻とね、またここ走る予定があるんで、その時にはね、妻を天然の炭酸水まで案内したいと思います。喜んでもらえればいいんですけどね。そしてようやく走りやすい気温になってきましたが、今何度か分かんなかったですが、かなり快適になってきましたね。動画のね、序盤の方とかよく見ると自分の腕が震えていたりするんですけど、その震えが収まりましたね。そしてこの右側の景色が本当にすごい。こんだけね、川が綺麗でかつ山も迫力があって、これ紅葉シーズンにまた走りに行きたいけど、いろんなとこ行くからまた来ないんだろうな。そしてこの景色と集落とというのを交互に繰り返すんで、この辺り本当いいですよね。走っていて飽きないんで、ツーリングの定番コースにしても良さそうですね。道の駅があるんだ、どうするかな。ていうかこの道、道の駅多くないですかね。自分が出発した道の駅からそんなに距離経ってないと思うんですが、そうなってくるとどこに立ち寄るか非常に悩ましいですね。結構バイクも多いな。野営してくれましたね。こういう風に下部に乗っていても野営してもらえるっていうのは非常に嬉しいですね。そして看板出てきましたが、あれはそうか、1年前自分が出てきたのはここからか。ちょうど1年前はこの左側からね、合流した感じになるんで、こっからようやく知ってる道になりますね。
そうなるとちょっと大回りしたと思ってたんですが、意外と距離はあったみたいですね。まあ、こういうふうに徐々に活動範囲を広げていけば、まあ、ナビなしでもロングツーリングってできるようになってくるんで、まあ、またね、次回こっち方面来るときはもうちょっと大きく回って新しい景色をね、発見していきたいと思います。いや、去年見た景色とはいえやっぱりすごいな。やっぱ群馬とはね、立ってる建物もそうだし、山の雰囲気と川の幅、やっぱ全然違いますよね。すごい綺麗です。一応観光地も紹介しておきましょうか。ここがね、天然の炭酸水が湧くとこですね。右に入っていくと炭酸水が飲めます。で、一応ね、ペットボトルも売ってるんで、まあ、それを買っていけばお土産としてね、持って帰ることができます。ただアブだかなんだか結構虫が多かったのが去年気になりましたね。まあ、そのあたりちゃんと対策していった方がいいかもしれませんね。まあ、そして青い屋根が増えてきたんで、そろそろ集落の出口ですかね。そしてこの青い集落を抜けると、ただひたすら絶景が続いていくんですが、まあ、動画の尺もあれなんで、個人的に一番綺麗だなと思ったところを、チョイスしてね、いきたいと思います。まあ、そうなるとやっぱりここですよね。スノーシェットを抜けた時に広がるこの絶景、いや、ほんといいですよね。自分まさかこんな近くにね、こんな絶景があると思ってなかったんで、初めて走った時はね、ああもっと早く来ればよかったと思いましたね。そして今日は水面も穏やかなんで、ちょうどね、綺麗にリフレクションしていて、なんかより見応えがありますよね。いいなあ。やっぱりこの国道252号は、まあ、ツーリングで何回も訪れたい場所ですね。そうなるとやっぱり紅葉の時紅葉かな。けど紅葉シーズンはね、寒さも尋常じゃないんで、その対策だけどうにかしないといけませんね。まあ、やっぱりバイクでいい景色を見るっていうのは体力勝負なとこありますよね。お、じゃあ一応田子倉ダム見える場所から写真撮っときましょうか。あ、かなりバイクが集まってますが、ハンターカブなら、後ろにつけば大丈夫そうですね。いやー、今日はツーリング日和ですよね。ということでね、こちら自分はギリギリのところから写真撮っていきます。遠くの方の山が雪が残ってるんで、いやー、これはありですね。まあ、去年走ったのが確かお盆休み前だったから8月上旬だったかな。まあ、その時は、まあ、爽やかな夏っていう風を感じながら走ったんですけど、まあ、この5月下旬までであれば、遠くの山々がね、まあ、非常に迫力がある雪景色になってるんで、このタイミングに走るのもありか。けどもうちょっと早ければもっとすごいんだろうな。ということでね、まあ、この辺り、次は紅葉シーズンを狙うか、まあ、さらに雪が残ってるタイミングで狙うか、悩ましいですね。まあ、それぐらい何度もリピートしたくなるいい道ですね。はい、途中で SD カードが全て使い切って、いきなりですが田子倉ダム到着と。遠くの方の山とかは残雪があって非常に綺麗ですね。いやー、こっから先、まあ、このね、雪景色見ながら走れるんで、まあ、楽しく走れそうですね。そして今時刻が10時10分を過ぎたところで、去年便利おじさんと来た時はここに12時だったから、じゃあいいペースで来てますね。やっぱ早起きした甲斐が合いますね。よし、じゃあ次は新潟でね、美味しいおにぎりでも食べて、で、あとはホンダウィング高橋さんとこ寄ってね、ちょっと自家焙煎コーヒーをプレゼントしたいと思いますんで、引き続きね、気をつけて走っていきます。はい、それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。まあ、今回新たな発見があった場所はやっぱ無限郷ですかね。まあ、Google マップ見てる時には気づかなかった場所で、まあ、実際走ってみて、あ、なんだここすげえって思って立ち寄った場所なんで、ああいう気づきがね、やっぱ大切ですよね。まあ、ここから先は去年走っている道ではあるんですけど、まあ、山々に雪が残っているっていう状況が違うので、まあ、またね、新鮮な気持ちで走れるかと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。